日なんだよ。グッズを買ってきた。プレハンで買ったんで、買ったものを見せる。まずは、うちは、裏面がマジで可愛い。大好き。あ、これ、名前ツルツル仕様だ。可愛い。マジで可愛い。可愛い。これは、一緒に入る友達の、矢沢さんうちは。矢沢さん、襟足長いのマジで最高だと思う。で、裏面が可愛い。裏面優勝だよね。もう最近、このジップロックなのがマジでありがたい。あ、これいいね。ネジ式じゃないのありがとうポイントじゃない。ちょっと硬い。硬いけど、ネジ式じゃないのありがたい。わかりました。青。赤。黄色なんですけど、黄色に見えないね。黄色です。紫。緑。白となっております。で、長押しで消える。このカチカチですね。え、ここに A って書いて A アンケー。かわいい。これこうやって持ったら A だね。で、ストラップがついてないので大変ですね。ストラップ買いました。 T シャツこれ着たい。いや、宮城も行くし、これ3公演分これ着たらさ、普通に服買うより安いやみたいな。あ、なんか結構しっかりした生地。麺かな。可愛くない？可愛いよね。あ、こっちに書いてる。ツアーの6正面は、もうシンプルに。ピース。A ポーズですね。これ明日着たいな。あ、麺100ですね。最高じゃん。これは多分私でも着れる。ありがたサイズでございます。ボディシール。まず時代がさ、超わかるよね。この筆文字のまさかどよしのりめっちゃわかるし、このフォントがマジ解釈大一致すぎる。いや、マジこういうの貼るの大好きだから、明日もなんか貼りまーす。シール。出ちゃった。よし、のり。かわいい。壁ドンしてる。ロゴ。よき。お、シンプルロゴ。よき。あ、これもいいですね。A。と、A ポーズ。お、すえ。え、かわいい。めっちゃかわいい。あ、かっけえ。リチャードさん。あ、これ韓国の土下座じゃない？韓国の土下座。あ、まさやちゃんも。これやってる。かわいい。え、かわいい。え、なにこれ。え、すごいかわいいものが出来上がる。え、体育座りしてるのめっちゃかわいい。かわいいじゃねえか。末澤さん。かわいい。かわいい。わ、モデルだ。モデルです。かわいい。かわいいやんけ。はい、スマホに入れたい。え、とりあえずこれだけいるよ。とりあえずこれはマスト。はい、これアヒル、ちまさかとさんっぽい。これにしようかな。レディオ。あ、いいですよ、いいですよ。こうだな。A! いいよ。シワシワ気になる。めちゃめちゃ気になる。伸ばしてこうしよう。ピント頑張って。あ、A よ。ちょっとじわじわ見てく。
この振りマジ可愛かった。いや、ね、もうマジで可愛い。可愛かった。あれあざとすぎる。あれマジ最高。可愛いよ。ね。20代。大好き。すでかわいいよ。なんかさ、なんだろうな、ぱっと見なんかさ、ものすごい気取ってるように見えるよ。気取ってるように見える。そう、気取ってるように見えるけど、なんかすごいニコニコしてて、なんか愛嬌あんだけど。そうそう、ニコニコ、うん、決めるとこはめっちゃかっこいいやんっていう良さがあるやん。そうなんだ。リチャとお寿恵は知れば知るほどかわいい、かわいい人だわ。いいやん、いいやん。まさかのプロポーズしてた。してるよね、パカーンしてたよね。しかもなんかすごい感覚すごかった。もうやって3秒間ぐらいのパカしてて、もうやめて、すっせーだの一歩多彩だ。楽しかった、めっちゃ楽しかった。あの一応メモ帳持ってったんよ。持ってったんだけど、なんかもう A さんのライブってね、記録とかそういうのに残すよりもこの側を思いっきり楽しんだ方がいいというか、楽しんだもんだしなっていう気持ちが勝るから、目の血を速攻閉じました。で、昼が私の名義で撮ったやつで、夜が一般の指定席のやつで撮りました。で、一般って席どこなんだろうって思ったら、A が、ビスタって呼んでたとこ。で、上の、離れ小島みたいな席があるんですよ。なんかめっちゃ上の方の、そこでした。けど、思ったより見やすくて楽しかった。視聴者さんから質問もらったんですけど、みんなペンライト何持ってるんですかみたいな。ジュニアの時のキンブレと今回のペンライト2個持ちしてる人とかいたり、あともう今回のペンライト1本持ちの人もいれば、まあ、ジュニアのペンライトだけ持ってる人もいて、別に割合とかはあんま気にしなかったけど、まあ、人それぞれだったなって思いました。うん。なんか、今回のでも、まあ、今までのでも、なんか A のペンラ持ってたらね、なんでもいいんじゃないかなと思いました。拳でもめっちゃ楽しかったですよ。途中ペンラ持つのだるくなって、拳突き上げてました。メモしてないけど、ちょっとセトリー見つつ、覚えてるとこだけ喋りたい。で、まず最初の映像がさ、イカゲームみたいな人から A さんが追われてるんですよ。追われてて、逃げるみたいな。で、一人ずつ、ヨシノリ、まさかの、ボン、みたいな感じで、順番に紹介されてくんですよ。なんか、5人順番に紹介されてくんだけど、一番最後に、まさかのさんが、ジッポを絞ってやって、床に、ボン、って置くんですよ。そしたら、炎が、ブワーってなって、そのイカゲームみたいな人たちを、なんとか巻くみたいな感じの演出なんですよね。それは、マジ、パッチアッパーズのりょうちゃんすぎる。なんだっけ、ジャックハンマーだっけ、パッチアッパーズの。タバコをバーって吸って、それを床にバンってやったら、炎がバッって上がる演出があるんだけど、マジでそれに通ずるものを感じて、もうめっちゃかっこよかった。まさかのサンダーライターバッって投げて、炎バッって映像でなるんだけど、そしたらもう聞こえてくるわけですよ。ファイヤーバードのイントロが。でん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 でしたらもう、モニタービーンって開いて、A さんがーって出てきて、キャーやん。でも炎の映像メラメラメラみたいな、で炎がブロって出てて、もう最高かよって思って、もうファイヤーバード史上最高の始まり方でしたよ。でそこで何曲かやっての挨拶、まさやちゃんの挨拶が、俺がまさやって言うからみんなかっこいいって言ってみたい。まさやちゃんがまさやって言ったら、オタクがかっこいいって言って、まさやまさやまさやかっこいいかっこいいかっこいいみたいな、もうめっちゃもうハッピネス空間めっちゃ可愛いって思った。リチャの挨拶が、生リチャードどうですかみたいな。で、かっこいいみたいな。生リチャードどうですかかっこいいかっこいいに決まってやるかって言ってて、もう、最高です。最高ですって思った。まさかとさんは、まさかとゲームが突如始まる。まさかと、よしのり、まさかと、よしのりっていうのを何回かやってから、まさ、かど、よし、のり、よしのり、フィーバー、イエーイというのがマジで楽しかったです。あと、星座さんが、北海道はでっかいでっかいのは北海道っていう謎レスポンスをしてて、めっちゃ可愛かったです。なんか星座さんってあんなお茶目でチャーミングで可愛かったですっけみたいな、もう可愛さがすごい、カンストしてた可愛さが。で次がね、ウォント、もうもう今回前編通してウォントがマジで好きすぎるって思うぐらい、めっちゃ上位でウォントが良すぎた。で振りがいいの、ラーって指ハートすんのよ。指ハートしてから目の前で、こういうピースをすんの。こういうピース。その後に首か、コテンしながら、これなんて言うんだっけ、フィンガータットのハートをしながら、コテンって首すんの。めっちゃ可愛い。
ってやんの、マジで可愛いから見ろ。もう歌い星座さんだから、モニターに星座さんが抜かれてんだけど、それがマジで可愛いのと、あとそうじゃなくてもモニターに抜かれなくてもみんなやってっから、マジもう英単尊楽教科もうシュッてやった方がいい。めっちゃ可愛かった、もうめっちゃ可愛かった、もうめっちゃ。で次プラス U で、あのサタプラの曲じゃん、もう振りが可愛い、サンシャインでな、こうやって朝起きて伸びするみたいな振りがあって、それがマジで可愛い。サンシャインがもう可愛すぎ。ジュンパスの正方さんのパートマジでねちっこくて本当に最高。もうなんか湿度とかじゃなくて、なんかもうねちっこいの、それがすっごいいい。あ、パリホリパーティーアフリック、もうけしからん、けしからんがすぎる。パリホリの最後に紅をね、こうやって唇についた紅をビャって脱ぐみたいなとこあって、それあのランダムなんですよ、多分日替わりで。私が昼に見た時はリチャで、で夜が正方さんだったんですよ。であの25日の日のやつで、もう正方さんすでにやったって聞いてたから、あ、じゃあ26が誰か違う人がやるんだろうなって思ったら、もう一回夜公演で正方さんが来て、もうだからもうこれを見れました。もう、ひゃってなった。で、あの A ランドがめっちゃ可愛い。テーマパークがテーマみたいな感じのセクションなんだけど、遊園地が、なんだろうな、ディズニーともユニバともまた違う、あのなんか幼児向けアニメみたいな世界観だなって思って。スタートの振りが可愛い。みんな後ろ向いてて、可愛いの。なんかもうとにかく見て。まずサノスエがかわいいパンパンダを歌うわけ。あの二人も息がぴったりというか、もう声の重なりもすごくぴったりで、かわいい綺麗なパンパンダだなって思ったら、途中で正方さんが出てきて、パンクパンダになるの。めちゃめちゃパンクなパンパンダに変わって、じわって感じでした。で、次がブリュレ。で、これは多分見た方が面白いから、見てくださいみんな。で、次、だってケンちゃんだもん。ケンちゃんってとこなんだけど、そこがマジでかわいい。で、次、味噌汁少年。コナン君みたいな格好した、星座さんがメインで歌う道なんだけど、途中のさ、なんだかソロみたいなのがあるんだけど、昼の時に、腹筋ソロ、星座は、みたいな。で、その、なんだかソロ、星座はっていうのは、まさかたさんが担当してるのかな。で、昼が腹筋ソロで、星座さんが腹筋こうやってしてる時の、足をまさかたさんが乗っかって押さえてて、もう、こちとら、島な子。で、夜が、あれ、なんて言うんだっけ。私の知らない有酸素運動をやってて、ジャンプするやつをやってた。めっちゃきつそうだった。で次が愛してるって言わないと、さなまさちゃんソロ。途中で映像挟まれたからあーってなったんだけど、 YouTube の大喜利みたいなやつかな、 A グループ10枚目のシングルはみたいな大喜利で、あのさのソロ愛してるって言わないと次元が言ってて、でそれを実現化した、させた。歌うのはさなまさちゃんなんだけど、他の A さんも出てきて、緑のペンライト親衛隊みたいな、なんかこうやってペンライトをこうやってやんの、こうやってマジでおもろかったし、あれ多分すぐ真似できると思う。なんかライオンキングのシンバと甲冑を混ぜ合わせたみたいな格好してる、そのまさちゃんが歌い上げるんだけど、コール&レスポンスがめっちゃあって、もうとにかくおもろい。多分ね、英単なら初見でいける。なんか、あ、いい、いい、し、し、て、て、る、る、みたいな。コールですとか、ナイト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 、みたいな。振りとコールがあったりとか、もうとにかくおもろくて、おもろい曲。おもろくて、佐野まさちゃんが全力で、とにかく楽しい曲。あれ、もう一回やりたいって思うぐらい、マジで楽しかった。で、MC が、昼が、北海道って夜寒いよな、みたいな話してて、まさかどさんが、まさやが、スーパーの魚のコーナー寒いって言ってるのが、わかった、みたいな話をしてて、コンビニのお惣菜コーナーめっちゃ寒い、みたいな話してて。みんなが、あれねみたいな。北海道にしかないコンビニの、みたいな。セコマートみたいな感じでオタクが言ってて。セコマートのお惣菜コーナーが寒いとか言ってて。末澤さんが、セコマートのアイスの種類めっちゃ多い、みたいな話してて。いや、確かに言ってなって。セコマってアイスの種類めっちゃ多いよね。で、その時に、さなまさちゃんが、セコマートの夕張メロンのアイス食べました、みたいな話してて、あー、みたいな。けど、夕張メロンのアイスと、コーンの夕張メロンのアイスとさ、6個の夕張メロンのアイスがあって、さなまさちゃん、どちらですか教えてくださいって感じ。A も二人三人で着替えタイムで MC が分かれるんだけど、リチャスエが起きないってて、いや、残りの三人が MC やってる時に、関東から来た人、関西から来た人、九州から来た人のを聞いてて、で、その時に、なんか、ドサンコの人みたいな感じで聞いたんだけど、そのなんか、ドサンコじゃなくて、ドーサンコって呼んでて、ちょっとじわでした。そう。それ以外の人みたいな感じで手を挙げた人が、台湾の人だったかながいて、わ、すごいってなって。
で、台湾の人の、星座ボタンだったらしくて、うさ耳してみたいな、うちは思ってたらしいの。その時に、リチャスへ置き換えてたから、浅野まさちゃんが、あ、うさ耳してるのうちは持ってるみたいな感じで、うさ耳押したんだけど、そのお客さんが全然リアクションしなかったらしくて、全然リアクションせえへんよ、みたいな話してて、ほんと面白かった。うん、星座さんが、着替え終わって、出てきた時に、ちょ、せいやくんせいやくんみたいな、うさ耳してあげて、みたいな感じで言ったんだけど、そう、すぐやるんじゃなくて、また、後でね、みたいな話してて、もうギャーやん、こっち。で、後でちゃんとうさ耳してるのも見て、もうギャーだった。すごいね。星座せいやという男。すごいっすよ。で、夜の MC が、ちょっと聞いてくれよ。夜の MC がね、着替えの時に、A ってじゃんけんとかじゃなくて、自己申告制みたいな感じで着替えに行くわけ。で、その時に、星座さんが、夜公演の、みそじ少年の時にやった有酸素運動でもう疲れすぎたから、末田さんが一番最初にお着替え行ったわけ。で、その後4人が残ってて、なんだっけな、この中に一番可愛いと思う人、思う人は残ろうみたいな話をしてたんだけど、佐野まさちゃんが、まさかとみたいな。次まさかと着替えろみたいな感じで言ってて、あ、まさかとさん着替えに行くんだって思って、で、まさかとさん行った後に、佐野まさちゃんが、はい、末のり MC でーすみたいな。お着替えタイム終わったらさ、末のり2人になるやん。末のりの MC を多分、もう狙いに行ったんだろうね、佐野まさちゃんは。もう、できる子。でも、会場もイヤーってなって、盛り上がりすぎやろ、みたいな。前座か俺ら、みたいな感じで。でさ、末のりがね、着替え終わって、出てきたの。本当にステージ上に、末のり二人だけになったのね。下手から正門さんが出てきて、で、上手から末田さんが出てきたのね。末田さんが出てきたのね。端と端にいるわけ。もうちょっと近づいてよって思いながら見てたんだけど、ちょっとずつ寄ってくるわけ。ちょっとずつ寄るの。で、ちょっと寄ったと思ったら、まさかとさん下がり始めたりとかして、もう早く近づいてよって思いながら。でも、ちょっとずつ近づいてね。で、なんかある程度近づいたんだけど、このぐらい行ける時に、どっかのオタクが、ハーグ、ハーグってコール始めて、マジ、ものすごい勢いで広がって、会場中、ハーグ、ハーグみたいな。で、その時に、まず、まさかとさんが手を広げたのね。そしたら、末田さんが、シャッてちょっと遠ざかってて、みたいな音楽が。で、また、あーぐ、あーぐ、みたいなのが始まって。で、次、末田さんが手をパッて広げたら、まさかとさんがタタタって言って、で、外したんよ。客席、キャーみたいな。で、末田さんに、高校生かみたいな感じで言われて。その二人がさ、俺らそうそうするとか言われてるけど、別に普通に話すしな、みたいな。それこそさっきの昼公演の後も楽屋で二人の時間あったしな、みたいな。公演の修正点とかの話したよな、みたいな。もう、心の中で仕事の話かーいって思ってたの。まさかださんが、今仕事の話かいってみんな思ったやろ、みたいなって言ってて。いや、まさにそれって思いながら。ね。セーザーさんが北海道来るときに、ヘアセット道具を一式丸々忘れたらしくって、アイロンをサノちゃんに借りて、ワックスをまさかとさんに借りてると。でも、ふーなわけ、会場。で、その、まさかたさんのワックスを借りてる理由が、佐野ちゃんのワックスもあるけど、まさかたさんのワックスの方がいい匂いだからっていう理由で、ふーなの、会場。3人が出てきたと思ったら、また、ハーグ、ハーグって、3人が率先してコール始めて、で、おたくも、ハーグ、ハーグって言ってて。で、MC が終わってから、ストーリー、そこにある小さな、ありがとうございましたね、それのね、のところをオタクが歌うんだけど難しかったです。あ、次がなんか A のみんなと旅行しようみたいなコーナー。最初がまず僕ら A グループって言いますね。やってから10年後の今日の日も北海道みたいなテーマで雪降ってきたみたいな感じで、うわー、10年後のって歌って、でその次宮城県っていうのでホルモンで、次東京で東京ホリック。りょうちゃんが作った歌やん。そう、だから誰も歌えないもんだと思ってたら、あ、歌えるようになったんだって思ってね、許可してくれたりょうちゃん大好きって思って、で、次が、静岡。お茶を飲んだリチェが燃えてきたみたいな感じの流れで、考えるな、燃えろ。ウエストさんの。で、次、福岡。キングオブ男を変えたキングオブヨシコ。生配信の動画でしか見れなかったヨシコを生で見れた喜びと、めっちゃおもろかったです。のろしは相手だったかな？みんなで戦うみたいな感じでした。なんか星座さんが刀持ってて、小次元がなんか長い銃持ってて、みたいな。それぞれみんな武器持ってんすよ。で、かっこよかった。で、次が、なにわ男子のジアンサー。もうさ、嬉しかったのがさ、ジョー君のさ、Day of Life in My Eyes あるじゃん。それのパートがリチャだったの、めっちゃ良かったから。めっちゃ良かったから、もう、双眼鏡でみな。リチャの踊るジアンサー、マジでいい。本当に。もう、素晴らしかった。で、次、大阪っていうので、たこ焼き in My Heart。で、次、幸せもん。
幸せなんてマジでいい曲だよね。サビの歌詞が大好きなんですよ。なんか富谷明優よりもみたいな、そこがめちゃめちゃ好きです。次が映像を挟んでもう満を持しての A ビギニングよ。もうね、炎がすごいの。炎がブッって出て、で後ろの映像多分ミヤコンと同じやつだった気がする。なんか字体とかめっちゃ見覚えあるなって思って、からのストレイドッグスとバンドコーナー、その前にリチャのベースソロがあるんですよ。めっちゃかっこいいの。なんつーの、弦をさ、ベンベン叩く、なんだっけ、フラップだっけ、フラップみたいので演奏してたんだけど、すっごいかっこよくて、いやなんかリチャってマジで器用だなって思ったし、ね、始めたばっかりの人とは思えんぐらいすごい上手って胸打たれました。神様のバカ野郎とブレイクスルーとプライドで、あと一人一人挨拶してから、僕ブルース、やっぱ僕ブルースっていいよね。もうさ、音絞られてさ、照明も落ちてさ、リチャだけにピンスポが当たって、もうリチャの落ちサビがあるやん。あれがマジで大好きなの。鳥肌ゾワって立つ。世界が僕を裏切ったとしてもみたいな、めっちゃいいよ、そこ大好き。でその後アンコールですね。でここスタトロタイムでした。で人のファンサ見るの大好きなんで見てたんですけど、もうすごい坂田さんがね、プロポーズしてみたいな状況だと思うんだけど、指輪をパカッてやるファンサをしてるのがすんげーって思ったし、あとこうやってハート作ってるのもめっちゃ見たし、星座さんもすごかった。星座さんを見つけたら、まずなんかじっと見るの、しゃがんでじっと見てて、でうちを見てんのか何してんのか分かんないけど、じーっと見てからこうやって手だけ振るの。もうね、もうそれで腰抜かしちゃってんの、星座さんの子が。もう可愛いって思って、いやけどさ、もうじーっと見た後にさ、もうその一撃ね、とんでもないなって思って、田中ちゃんが打ってみたいな判定に対して打つだけじゃなくて、ウィンクも決め打ちしてて、もうとんでもないなって思って頭を抱えましたね。え、本当に楽しかったの。この楽しさどうやったら伝わるのかなってぐらい本当に楽しくて、もうね、曲知らなくても多分楽しいと思うし、関西のオタク一回やったことある人なら漏れなく楽しいと思うし、マジで楽しいから、もう一般でチケット余ってるならみんな絶対に行った方がいいと思います。めちゃめちゃ楽しかった。で、よかった、行けてよかったって感じです。マジで大好き、楽しかったです。ありがとうございました。最高ね。私は次は宮城ですね。7月は宮城の A の公園に行くので、以上、バイバーイ。